シューマイ弁当シューマイ弁当は、神奈川県横浜市西区に本社を置く、企業県が製造、販売する横浜駅の駅弁である。企業県名物のシューマイが同梱されている。日本で最も多く製造、販売されている駅弁とされる。幕の内弁当に特徴のある食材が加えられるタイプの弁当で、シューマイ以外のおかずも充実している。 カロリーは732キロカロリー。崎陽軒は1908年に旧横浜駅構内の売店として開業した。シューマイそのものの発売は1928年、初代社長、野波茂吉が横浜駅の名物を作ろうと南京町で出されていた、シューマイに目をつけたのがきっかけである。シューマイ弁当が発売されたのは、崎陽軒が、 横浜駅東口にて運営していた食堂が全焼して間もない1954年のこと。当時は、崎陽軒のシューマイと同時に、横浜かまぼこ、酒、越の福神漬けという二品を売りにしていた。当時の販売価格は100円である。発売当初、メインのおかずであるシューマイは4個だった。しかしオイルショックの余波で1974年に大幅値上げが行われた際、 シューマイを4個から5個に増量し、現在に至っている。以後現在まで、横浜駅の名物駅弁として知られるようになり、1991年には、第3回横浜優大賞を受賞している。2017年6月23日より、崎陽県横浜工場が、弁当製造ラインを新設したことを記念し、1ヶ月限定で、特別シューマイ弁当2種が発売された。 容量を増やしたメガシューマイ弁当と小ぶりな箱ながらおかずを一新したミニプレミアムシューマイ弁当である。2020年2月12日には、企業圏からの支援として貿易措置で大国不当に停泊中のダイヤモンドプリンセスにシューマイ弁当4000食が提供されたが、伝達ミスにより乗客には届けられなかった。外観は四角。 2003年11月1日に11回目のリニューアルを行う。内容は、シューマイ5個、厚焼き卵、マグロの漬け焼き、かまぼこ、鶏唐揚げ、タケノコに、あんずの泡に、切り昆布、千切り生姜、俵型ご飯からなる。価格は2018年9月より830円、860円。シューマイ以外のおかずを好むファンもおり、2017年には、 鶏唐揚げやタケノコ煮を増やして、構成費を変えた弁当が限定販売されている。シューマイは豚肉、玉ねぎなど9種類の材料を使い、弁当として冷めても美味しいように干しホタテ貝柱を練り込んである。揺れる、列車内で一口で食べられる、要直径3センチメートルと小ぶりにしている。ご飯は釜で炊いたものではなく、蒸気で蒸したものを使用しており、 粒の立った固めの食感が特徴である。弁当に用いる米を安定した味で美味しく供給するための工夫という。おかずの構成は基本的な幕の内弁当を踏襲しているが、魚が塩焼きではなく漬け焼き、漬物に生姜、甘い惣菜に煮豆ではなく、あんずなど、調理や素材にひねりを効かせたものとなっている。下記の販売地域及び販売形態とも関係するが、 横浜市内の各市学校や事業所、会社などでは行事などの際に食事としてこのシューマイ弁当が当てがわれることも珍しくない。またそのための仕出し、配達サービスが整備されているという事情もある。このような背景が駅弁でありながら鉄道旅客以外にも日常的にシューマイ弁当へ触れる機会を向上させることで愛着を醸成し、該当地域において 長年にわたり高い知名度を保つ理由の一つとされる。テレビ番組の収録現場のスタジオ弁当にもよく利用される。またかつては横浜でイベントが開催されると限定版のレッテル付きで発売されることがあった。文字表記はシューマイ弁当、シューマイ弁当ではなく正しくはシューマイ弁当である。シューマイ表記の理由には初代企業兼社長の名前からとの説。 中国の発音説、うまいのが暗い説など諸説ある。崎陽県の公式見解では、初代社長のシーマイという発音を中国人従業員が現地発音、シャオマイに近いと評価したことがきっかけであり、うまいが暗い説は後付けであるとしている。以下は、駅構内に直売店のある駅その他に、羽田空港、東海道新幹線、在来線の東京駅、 品川駅や山手線の駅、都内デパートなどでも販売されている。一時期、北海道から九州まで全国のスーパーなどにも出店していたことがあるが、真のローカルブランドを目指そうという社長の判断によって撤退した。神奈川県内と都内の町田、鎌田エリアにおける販売分は横浜工場、それ以外は東京工場で製造されており、両社には外装に、 若干の違いがある。横浜工場生は、競技の箱に掛け紙を使用し、蓋と掛け紙を紐で縛っているのに対し、東京工場生は、掛け紙の代わりにボール紙の蓋を使用し、ビニールのたすきで蓋を止めているため、ご飯やおかずの水気に差が出ることがある。またそのせいか横浜工場生と東京工場生で味が違うと言われることもある。高速道路では、 京葉道の幕張パーキングエリア、関越自動車道の三好パーキングエリアで販売されている。また、横浜スタジアムでも DNA 球団公認の弁当として販売され、東京ドームでも巨人軍公認の弁当としてアレンジしたものが販売されているほか、神宮球場でも入荷は少ないものの販売されている。なお、競合会社である日本レストランエンタープライズに委託した形で、 東京駅で販売する駅弁に、シューマイチャーハン弁当がある。シューマイ弁当のご飯をそっくりチャーハンに入れ替えたほか、マグロのつけ焼き、昆布に代わるおかずとして、トンカツ、チンジャオロース、ザーサイが入っている。漫画音楽注釈出店。ありがとうございます。